さあ、まもなくイベントが始まりますが、皆さんカメラの準備は大丈夫でしょうか。フラッシュが一斉に光ってしまうとウェルガたちびっくりしますので、今のうちにフラッシュの設定をオフにしてお待ちください。またこのイベント動画で撮っていただくとウェルガたちの口の動きがよくわかりますので、動画の準備もしておいてくださいね。
ちらのお客様の前にも行ってみましょうか。こちらではちょっとくるくる回ってみようか。はい、上手に回ってくれていますね。メルマたち小回りを効かせるために胸びれもよく動きます。今ペタンと片方畳んで回りやすく投げ合わせているんですが、わかりますかね。はい、上手に見せてくれたのでターニャ帰ります。今やってきてくれたのが推定年齢21歳のメスのベルーナで、ターニャと言います。ロシアによくいる女の子につけられる名前なんです。さあ、そして次やってきてくれるのはオスのベルーナです。名前はホドイと言います。ホドイという言葉もロシア語なんですね。頼みりとやってきてくれましたが、今ガラスにおでこがぶつかってます。わかりますかね。ホドイこの頭の部分が大きいのが特徴的ですね。そしてホドイにもいろいろしていただきたいところなんですが、ホドイ笛を吹くと帰っていってしまうんですね。じゃあホドイ来ることしかできないんです。実はこれ笛、ベルガたちにいいよって伝えるための笛なんですが、タニアはですね、真面目に真面目に吹いても次まで何かやるかなと待っててくれるんですが、ホドイとてもマイペースな性格をしていてですね、吹かれたらもういいかなと帰っていってしまうんですね。そして最後のベルガはグレイと言いますが、グレイはですね、顔ではなくて体を見せにやってきてくれます。先ほどのターニャと同じぐらい体型をしていますが、グレイにはですね、唐草模様のような模様がついているんです。さあ、グレイ今じわじわと降りてきてくれます。よいしょよいしょ。胸元のあたりに少し唐草模様がついているの分かりますかね。この模様、背中や頭にもついているので、この模様で一番見分けやすいベルガになります。くるくると回ってみても全身に模様があるの分かりますかね。ベルガたちこのように少しずんぐりとした体をしているので、グレイが上で動くとお腹がタポタポと揺れている様子もご覧いただけるかもしれませんね。ですが決して太っているわけではないんですよ。さあ、グレイ上手に見せてくれましたね。さあ、そしてこんなベルガたちですが、今回のイベント不思議な魚の食べ方というイベントなので、魚も紹介しようと思います。何を食べているかというと、4種類の魚を食べているんですが、皆さんにも馴染みのある魚を食べています。1種類目はこちら、何かわかりますか。少し青みがかっていますが、私たちこの魚より卵をよく食べていたりします。答えが聞こえてきましたね。こちらニシンです。ニシン、卵は数の子として有名な魚ですよね。ニシンを食べてます。そしてこちらはこの魚を食べたことがある方が多いのではないでしょうか。この形であまり売られていないので何か分かりにくいかもしれませんが、こちらホッケです。開きや一夜干しなんかにして食べたことがありませんかね。ホッケも食べてます。そして3種類目はこの辺りではあまり見ないんですが、北海道など寒い地域ではもしかしたら食べたことがあるかもしれません。この魚、匂いを嗅いでみるとキュウリのような青臭い匂いがするんです。なので名前はそのままキュウリウオと呼ばれる名前がついています。そしてこちらの4種類目の魚、細長い魚ですが、これも皆さんもしかしたら食べたことがあるかもしれません。この魚、イカナゴと言います。この辺りだとコウナゴという名前で、クリニア、つくだ煮なんかにして売られているのを見たことがあるのではないでしょうか。この4種類の魚をベルガたち食べているんですが、今日はですね、このイカナゴを食べてもらおうと思うんです。ですがこのイカナゴ、実はですね、少し変わった特徴を持っている魚なんです。次はこちらのボードにご注目ください。ベルガたちが海底を覗き込んでいるんですが、この海底に何が隠れているのかというと、イカナゴが隠れているんですね。イカナゴ、砂の中に潜って隠れるという特徴があるんです。英語ではサンドイール、砂のうなぎなんて呼ばれていたりもするんですが、この砂の中に潜っているイカナゴ、ベルガたちがどのように食べているか再現してみようというのが今回のイベントなんです。ですが実際にプールの中に砂を入れることはできないので、上から飼育係お手製の実験装置が降りてきます。さあ、上からゆっくり降りてきましたね。この筒の部分の下にイカナゴがたくさん入っているんですが、この筒大体70センチぐらいあります。ですがベルガたちの頭とても大きいので、この上の部分から頭を突っ込んで食べることはできないんですね。
の遠いイカナゴをどのようにして食べているのか口元に注目してぜひ見てみてください。まずはホドイがやってきてくれます。ホドイ最初にガラスに頭がぶつかっていたように頭一番大きいんですね。なのでこの中には全く頭は入りません。さあそしてゆっくりやってきてくれました。よいしょよいしょ。さあ到着です。口動かしているんですが魚が舞い上がってきましたね。皆さんどうやって食べているか分かりますか？4本ぐらい食べて戻ってきましたね。皆さん分かりましたか？口がよく動いていたと思うんですが実はベルガたち口元の筋肉がとても発達していて私たちと同じように口をすぼめることができるんです。なので口をすぼめて勢いよく水を吸ったり吹いたりできるんです。もう一度やってきてくれましたね。今ハフハフと中に水を吹き込んでいます。そして舞い上がってきたイカナゴを吸い込んで食べているんですね。また少し食べて帰っていきましたね。さあ次はグレイがやってきます。グレイはホドイより小さな頭をしていますが上手にハフハフと水を吹き込んでいますね。たくさん口に入ったのでもごもごとなってますがベルガたち少し口の中に魚が入るとカムハムと噛んでいるように見えるかもしれませんが魚は全てごっくんと丸飲みにして食べます。曲がって入ってきてしまったイカの子口の中に引っかかったりヒレが引っかかったりするんですね。なので何本も入ってきてしまった時は形を整えるためにもぐもぐとしています。ハフハフと上手に水を吹き込んでスッと吸い込んで食べていますね。今水中なのでどれぐらい水を吹き込んでいるかわからないかもしれませんが1回になんと2リットルから3リットルもの水を吸ったり吹いたりすることができます。必死になって筒が潰れているけど大丈夫かな。さああとイカナゴ5本ぐらいありますが今日は終わりですね。これで、ね、ベルガたちの不思議な魚の食べ方終わりです。この筒の部分とても長いんですが野生ではどうしているのかというとこのように砂の中に潜って隠れている魚に向かって勢いよく水を吹きかけると砂ごと魚が舞い上がりますよね。そして出てきた魚をスッと吸い込んで食べていると考えられているんです。体はとても大きいので早く泳ぐ魚を追いかけていて捕まえるといったことはあまり得意ではないんですがこのように器用に水を吹くことで海底にいるような生物をですね大体カニやイカ、タンゴなど100種類以上もの生物を餌として食べていることが知られています。今2回目にやってきてくれたグレイ名古屋港水族館では魚を食べていると紹介しましたが1日にどれぐらい食べると思いますか？ちなみに体重700キロ近くあるんですが1日に20キロもの魚を食べます。名古屋港水族館では1匹1匹口の中に魚を入れてあげていますが野生では今もこうして餌を探しているかもしれないですね。さあそして餌の食べ方の解説はここで終わりなんですが今日はこの口を使った特技も皆様にご覧いただこうと思います。皆さんバブルリンクという言葉聞いたことありますか？空気の輪っかを上手に作ることができるんです。この輪っか私たち人間も作ることはできるんですがなかなか簡単にはできないんですね。空気の量や勢いを調節しないとできないんですが今日はグレイが上手に作りにやってきてくれます。グレイはですね私がサインを出すと上から空気を吸って降りてきますのでぜひカメラは上の方をご注目ください。いくよ。さあ上に空気を吸いに行きました。せーのよいしょ。とっても綺麗ですね。ガラスにぶつかるぐらい綺麗でしたがもう一度行きますよ。はい、さあ上に空気を吸いに行ってます。せーのよいしょ。はい、上手なリングができていますね。先ほど顔見えなかったかもしれませんがこれがグレイです。こんにちは。体に模様がついているのは見分けやすいですね。覚えてください。ぜひそして口の中も見てみてください。ベルガたちがのように口の中にはしっかりと歯も生えています。こちらのお客様の前にも行ってみようか。よいしょよいしょ。
上手に口に当ててくれてますね。はい、ありがとう。このようにベルーガたち空気のリング上手に作ることができるんですが、実はですね、この器用な口からだけではなくて鼻の穴からも空気の穴が作れます。皆さん鼻の場所ご存知ですかね。頭の上についているんです。泳ぎながら呼吸がしやすいように頭の上に鼻がついているんですが、今度はターニャがこの鼻から空気のリングを作ってくれます。私たち頭の上にリングができるのでエンジェルリングと呼んでいるリングです。このリングターニャとっても上手なんですよ。さあ到着です。ちょっと高い位置で降りといて、はい、いきますよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、上手ですね。こちらにも行ってみましょうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、とても綺麗なリングができてますね。何ありがとう。さあいかがでしたでしょうか。このリングやっぱ口からだけではなくて鼻から作るの結構難しいんですが、ベルガたちこのように空気のリングで遊んでいることがよくありますので、ぜひこのイベントが終わった後も口や鼻に注目しながらベルガたち見てみてくださいね。さあそしてそろそろイベント終了の時間が近づいてきてしまったので、最後にお別れのご挨拶もベルガにやってきてもらおうと思います。皆さんベルガがやってきて私がせーのと言ったら、今度はですねバイバイと両手を振ってみてくださいね。いきますよ、せーの、バイバーイ。頭に胸びれ振ってますが分かりますか。バイバーイ。上手に胸びれ振ってますね。バイバーイ。はい、ありがとう。ベルーガ帰ります。ベルーガたち、可愛らしい姿いかがでしょうか。